アドレスの時に自分のおへそとグリップエンドとヘッドっていうのがほぼ一直線上にこうつながっているっていうイメージをしてもらって、おへそとグリップエンドとヘッドが同じ量だけ右を向けばテイクバック、で逆に同じ量だけ左を向いていけばインパクトフォローになっていくというような意識で何回も素振りをして、同じような感覚のまま、皆さんこんにちは、笹原由美です。今日は体とクラブの関係性についてお話ししたいと思います。一般的にゴルフスイングで体の正面にクラブを保ってスイングをした方がいいっていうゴルフスイングの考え方があると思うんですけど、もうそれはもうその通りで、必ず体の正面に対してクラブがこうずっとある状態でスイングをしてもらえるとミスのしづらいスイングにつながっていきます。それがなぜそうなるかっていうと、ゴルフスイングは体が回転する分だけクラブが左右に動くっていう風にしたいので、体の回転を止めてクラブだけをこうやって横に動かそうとするとフェース面が開いたりで、開いたものを閉じたり、いろんなミスにつながってしまうので、体の正面を保ったままクラブが左右に動いてくるっていう風にすると、ずっとフェース面がスクエアを保ってスイングすることができるので、よりミスのしづらいゴルフスイングにつながっていきます。それではとりあえず私が体の正面にクラブを保ったまま球を打ってみたいと思います。こんな感じのスイングになります。これ正面でゆっくり動いてみると、このような感じの動きになります。このスイングを見て体の正面から外れてないっていうのが分かる人もいたり、これ外れてるんじゃないかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、体の正面にクラブを保って動こうって思った時にちょっとピンとこない方は、こうどう自分の体の前にずっとクラブがあればいいんだろうっていうのがちょっと分かんない方もいらっしゃると思うんですけど、ここでしっかり守ってもらいたいのはアドレスの時の前傾角度、背骨の右の傾きっていうのを維持したまんま体を回していった時に、おへそが右向いたらヘッドが一緒に右に動くみたいな感じでこう連動して動いていくっていうのが大事になります。で、例えばそのアドレスの時の右の傾きっていうのを守らずに体の正面にクラブを保とうとしても、ここからこうやってフェースがかぶってくるような動きになってきてしまったり、逆にテイクバックの時に右の傾きを保たずにこんな風に上げていくとフェースがかぶりながら上がったりっていう風になってしまうので、しっかり前傾と右の傾きを保った状態で体の正面にクラブを保ったまんまスイングをするというような意識を持ってもらえるといいと思います。で、体の正面にクラブを保って動くっていう感覚を身につけるために意識していただきたい練習法をご紹介したいと思うんですけど、アドレスの時に自分のおへそとグリップエンドとヘッドっていうのが、ほぼ一直線上に、ちょっとアドレスの時からハンドファーストになってる点はあると思うんですけど、ほぼ一直線上にこうつながっているっていうイメージをしてもらって、おへそとグリップエンドとヘッドが同じ量だけ右を向けばテイクバック、で逆に同じ量だけ左を向いていけばインパクトフォローになっていくというような意識で、繰り返し右左に体とクラブを一緒に動かすっていうような意識をしていただけるといいと思います。はい、後ろから見たらこんな感じで体だけ止めて腕とクラブだけこうテイクバックするようなことがないように、おへそとグリップエンドとヘッドを一緒にずっと動かし続けるっていうようなイメージで
何回も素振りをしてもらって、それと同じような感覚のままこのように一緒に体の正面をクラブを保ったまま動くっていうようなイメージで球を打っていただくといいと思います。インパクトの後に体を止めてしまうとフォローをこうやって腕とクラブだけがフォロー側に行っちゃうっていうところは注意していただきたいので、しっかり体を回し切ってかかとを上げてあげてフィニッシュまで回り切るっていうのを意識してこのドリルをぜひやってみてください。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファボのメルマガ登録者さん限定でスコア100切りのためのラウンド攻略ガイドブックプレゼントしております。無料で登録するだけですぐご覧になれて、スコア100切りのための要素がたくさん詰まってますので、ぜひダウンロードしていただいてスコアアップに役立ててみてください。